本日のウイコレは超プロメテウス11連ガチャ、こちら一周したいと思います。久々にね、声を入れて、字幕じゃなくて声でね、動画撮ってますけども、まあそれはなぜかというと早く引きたい、編集でね字入れるのちょっとめんどくさいんでね、このまま一気にね引いちゃおうかなと、思っているところです。今回来たのはクライフ、そしてシェフチェンコですね。これが熱すぎる。今使っているメインデッキはこんな感じなんですけども、一番の狙いはシェフチェンコです。このね、センターフォワードのところに、シェフチェンコ入れたい。で、どうしてもね、中距離シュート、まあ、異次元ですよね。だと、欲しくて、まあ、この、レバンドフスキはね、結構いいセンスついてるんで、まあまあまあ、頑張ってくれたらいるんですけども、どうしてもね、近距離シュートしかないのは辛いというところ。それと、ウィングで今使っているこのメッシ。まあ、クライフが当たった場合は、ここに入れようかなと思ってます。どうしてもね、もうインサイドカッター、カットされちゃってね、ドロップシュートまで繋がらないってことが非常に多い。まあ、グレート106ですしね。結構前の飯なんでね。ということで、レジェンド枠はね、2つしか使っていない状況なので、まあ、それ以外持ってないんでね。まあ、ここに、リバードいますけども、まあ、泣く泣く入れてる感じですね。はい、戦力アップのために、なんとかシェフチェンコ、行きたいと思います。さあ、PB ですね、6800あって、本当はね、まあ、無課金なんで、貯めたいんですけども、今回はどうしても引きたいということで、やっちゃいます。2500ね、使いましょう。ということで、まず1回目は、スペシャル枠、星5選手カード、出現率が 50% というところですね。行きましょう。おっと、一発目からの金旗。これは期待していいのかな？行きましょう。いや、頼む。クライフよりかは圧倒的にシェフチェンコが欲しいんです。2枚お願い。1枚か、全然いいです。グレードはね、108ですね、シェフチェンコね。お、2枚ですね。おー、あーもうすでに110か、超えちゃいました。残念。じゃあラスト行きましょう。金旗枠。あー、微妙だねこれは。これはちょっともったいないな。まあでも、それでは2回目、こちらも星5カード出現率は 50% ですね。行きましょう。赤旗ですね。いきます。さあ、1/2。ナイス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 。まあ、赤旗からでもね、全然来る可能性はありますので、期待しましょう。お、こちらも2枚引き。107。あー、ってことは、あと1個上がればチャンスはある。さあ、来い。上がんなくていいよ。あ、ガルー。はい、こちらもね、星5は、ニューですね。ニューですけども、っていうところですかね。さあ、3回目ですけども、スペシャル枠は星5確定。さらに、レジェンドが 10%。まあ、ここはチャンスのところですね。まあ、とはいえ 10% ですからね。行きましょう。おっと、金旗来ましたね。いやー、期待したいんだけども。お願いします。入ってくれ。おっと、おっと、2枚？え、これは？皆さん、これありますよ。あるんじゃないですか。期待しましょう。ウクライナの矢。手にしたいですね。さあ、ラスト2枚いきましょう。ここはグレードどこまで上がるかが問題ですね。いきなりもう111いっちゃう可能性もあるしね。いかない、これ来たんじゃない。おし、ナイスー。よっしゃマジか、手に入れました。
ラスト1枚あったね、そういえば。忘れていた。はい。おー、これはでかすぎる。ついについに手に入れました。うおー、レジェンド来たー。33連ですね。で、来ました。これは早いでしょ。10% を射抜いた。さらに、シェフチェンコの方を選んでくれたっていうのは、これは結構ね、確率、低い確率、射抜きましたね。まさにウクライナのやつね。ミドルシューター。ということで、一周しようと思いましたけども、目当てのものを引いたんで、これは、すいません。撤退します。貯めたいしね、無課金だから、PB ね。いやー、嬉しすぎるー。まあ、シェフチェンコね、フュージョンできるものが、正直ほぼない。今ね、イベントで、来てますよね。そこで交換もできるし、まあ、何個かはね、貯めれそうかなというところなので、まあ、最後これだけ、フュージョンして終わりますかね。一個だけなんですけど。いやー、これは期待しちゃうなー、マジで。まあ、あとはね、使ってみてどうかっていうところ、ね、楽しみですね。まあ無意味なねスキルついちゃいましたけども、まあこれねゲットできただけで本当にラッキーということで、ご視聴どうもありがとうございました。皆さんはね引けましたでしょうか。そして何回目ぐらいでね引けましたでしょうか。僕はこれレジェンド引けたのマジで神奇跡ですね。今までね何度かやってきましたけど、ずーっと引けずにねいましたんで、年末年始の福袋以外はね、全部外してきた男なんで、レジェンド本当に嬉しいです。ご視聴どうもありがとうございました。さようなら。We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be at.